アンドリア・コラート間列車衝突事故は2016年7月12日の昼近くにイタリア南部のプリア州で発生した鉄道事故。日本の地域旅客列車がバーディ・バルレッタ線のアンドリア・コラート間の単線区間で正面衝突し23人が死亡し54人が負傷した。当該区間は地域鉄道会社フェロトラムビアーリアが運営していた。 バーリ・バルレッタ線の路線図。矢印の箇所が、事故現場バーリ・バルレッタ線は、標準機であり、直流3000ボルトの架空電車線方式で電化されている。1990年代から改良工事を行っており、大半の区間が複線化されている。事故が発生したコラート駅、アンドリア駅間は、ルーボディプーリアバルレッタ間で最後の単線区間であった。 この区間では、駅長が列車の到着を知らせたり、運転士に出発しても安全かどうかを伝えたりする電話閉塞方式を採用していた。2012年4月に EU のファンドから伏線加工時のための資金を調達したが、事故当時は入札を開始したばかりであった。フェロトラムビアーリアの板340系、電車現地時間11時6分。 アンドリア駅から約 6km 離れたオリーブ畑が広がる田園地帯で2本の列車が正面衝突した。一方の列車はフラートシリーズのイター340系電車で、もう一方はコラディアの ELT200 系電車であった。ET1021 はアンドリアから南東方向に、ET1016 はコラートから北西方向に走行中で、 衝突時の両列車間の相対速度は時速 100km に達した。事故現場はカーブであり、どちらの運転士も他方の列車を停止させたり、非常ブレーキをかけたりするなどの対応を取れなかった。ET1016 の1両目及び2両目と3両目の全部、そして ET1021 の1両目は原形を止めないほど粉砕された。 ET1021 の2両目は一部が脱線し、大破していた。その他の車両は脱線せず、損傷もなかった。当時の天候は、晴れで暑く湿気が多く、最高気温は、摂氏40度であった。23人が死亡し、54人が負傷した。両列車の運転士やどちらかの列車の車掌も死亡した。事故現場に通じる道路がないことや、暑さにより救助作業は難航した。 事故現場の隣に野外病院が設営され、一部の負傷者はドクターヘリで病院へ搬送された。地方政府は献血者を募った。救急隊員、約200人やイタリア陸軍の軍人らが救助作業に従事した。イタリアの首相、マッテオ・レンツィはミラノ訪問を切り上げ、ローマに戻り、夕方に事故現場を視察した。イタリアの大統領セルジョ・マッタレッラは、 教皇フランシスコと同じく哀悼の意を表した。コラート市長のマシモ・マジーリは現場は飛行機が墜落したかのようだったと語った。事故の経過国家鉄道安全局がイタリアで発生した鉄道事故の調査を行う。鉄道事業者は単線区間の両単位間のやり取りの記録や駅長と両列車の運転手との通話記録を取得したと語った。また、 残骸からどちらかの列車のトレインイベントレコーダーが回収された。トラーニの検察官が率いる公開調査の初期の調査によると ET1016 がすでに同じ線路上を走行していたため、アンドリア駅から ET1021 へ出発の許可を出してはならなかった。調査官らはなぜ ET1016 がアンドリア駅に到着する前に ET1021 が出発したのか調査している。 2016年7月14日、アンドリア駅とコラート駅の両駅長が取り調べを受けた。時刻表によれば、両列車は10時58分から10時59分にかけてアンドリア駅で行き違いを行うことになっていた。アンドリア駅の駅長がコラートからアンドリアに向けて遅れて走行していた、別の列車をその後続の ET1016 と混同し、 遅れていた列車がバルレッタに向けて出発したので、アンドリア・コラート間は開通していると思い込んだ可能性もある。2017年12月6日、インフラ運輸省は事故の調査報告書を発表し、直接の原因は ET1642 と ET1016 の混同であると結論付けた。ありがとうございます。